はい、ということで254回薬ゼミ統一持ち3を何点取ればいいかについてお話しさせていただきたいかなと思います。はい、まあ、これ見てくださっている皆さんは109回薬剤師国家試験を受験される皆様かなと思います。はい、それで、まあ、早速ですね、まあ、何点取ればいいのって話なんですけど、薬ゼミ統一模試さんは、国試浪人生は240点、そして現役薬学部生の方は230点ですね。こちらの点数を目標にしてください。はい、109回薬剤師国家試験の目標点数ですね、バージョンになります。108回以前はちょっと点数変えてました。225点国試浪人生で、現役薬学部生は210点かなにしてたんですけど、ちょっと点数109回の、国家試験の場合ですねは上げてます。理由としては108回が、相対評価で合格ラインが240点だったんですね。それで225点だったけど落ちた人とか、まあ、もちろん239点でも落ちた人がいて、68.01% だったっけなの合格ラインですねになりました。で、結局どこが合格ラインになるの、合格率何パーセントなの、109回は模試は難易度どうなのっていう話になってくるんですけど、基本的には難易度は、その年によって変わります。108回が簡単だったから109回難しすごい難しくなるとか、まあ、そういったのないです。そういったのをなくすために、もしなったとしても点数を、相対評価にして合格率を一定させるために相対評価にしたので、なのでそういったのはどうでもいい話ですね。なので、まあ、基本的には皆さんが見なきゃいけないのは、人数ですね。合格者の人数と、まあそこですね、ポイントは9500位以内にまず入ればいいと。大体の受験者数って1万4000人台になってくるので、その68% ですね、合格率。合格率 68% と、あと9500人以内がラインになってきます。はい。そこはもうぶれないので、基本的に。すごい極端に、薬剤師国家試験の受験者数とか増えたりしないので、基本的にね、入学者数がすげえ増えたりとか、まあそういったのを除いてね。なので、基本的にそこは変わらないので、すごい大まかにはね。なので、点数っていうよりかは、受験者数の何位以内にきっちりいるかどうかを見てください。はい。まあ、そこが一番、いいですね。ベターですね。なので、まあ、一番見てほしいのが、国家試験の模試の点数よりかは順位、何位にいるか。何パーセントの、問題回答率、回答率っていうか、総得点が何点だったとかっていうのは、まあ、どうでもよくはないけど、そこじゃなくて、まあ、一番目安は9500位と、まあ、結果的には68%ですね、になってきます。で、この 68% は、まあ、今後下がってくるって予想しているので、早いうちに受かっておかないと、どんどんと、厳しくなっていくという感じですね。なので、一番目安はそこを目指してください。はい。そんな感じですかね。はい。それでは。ご視聴ありがとうございます。薬剤師国家試験攻略メソッドは、無償で運営させていただいています。そのため皆様のご協力が必要になってきます。NASA46494 の YouTube チャンネル登録、Twitter フォローをよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。